俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを海の底での、あなたは負けることはない。私は信じています。海底神殿を支える7本のマンモスピラーもあと2つを残すのみ。一機が新王天を突いたことによって息を吹き返したシュンは南大西洋の柱へと向かった。そこを守護していたのはジークフリートが倒したはずのジェネラル、セイレーンのソレントだった。バカな！あなたはジークフリートと一緒に。確かにあの時の光景を地上から眺めていたら、私がこうして無事でいるのが不思議だろう。あの時最後の最後で私の笛がジークフリートを打ち破ったのだ。生か死か、まさに紙一重だった。その体でよくここまでと言いたいが、君にはもはや戦う力など残っていないようだ。これ以上死人に等しい君を相手に戦うつもりはない。さあ、引きたまえ。戦いはまだ終わったわけじゃない。僕たちの誰かが一人でも生きている限り、息の続く限り、アテナを救うために戦いをやめるわけにはいかないんだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。君にまだ戦う。ファイト。もう一度言う。君にはもう戦う力などない。死にたくなければここから立ち去れ。僕も言ったはずだ。生きている限り引くことはできない。デッドエンドクリーナップ。そんな攻撃ではここだ。チェーンの回転で外側の空気を跳ね返せば、あなたの笛の音は届かないはず。そうか、私の笛の音はそんな甘いものではない。私の笛の音は耳ではなく直接相手の頭脳に響く。恐ろあしき者には死のメロディーとなって衝撃を与える。それがそのセイレーンの笛の音なのだ。まだわからない。君にはもはや戦う力など残っていないということが。僕たちは絶対にアテナを救い出す。聞くがセイレーンの笛の音を。さあ聞け、死のメロディーを。デッドエンドシンフォニー。頭の中にデッドエンドシンフォニー。なんだ、終わりだ。デッドエンドクライマックス。無駄だよ。許さない。バンシーやってきた。英雄ウィナー。戦いは憎しみしか生まないんだ。僕の力だとこんなものかな。なんだこの歌声は。アテナの歌声。いや、歌声というより祈りのような。しかしこの恐怖は何だ。決して威圧的ではない。むしろ安らぎに満ちたアテナのコスモから大いなる恐れを感じるとは。アテナの歌声に少しばかり命を流れたが、結局は死ぬ運命だったようだな、アンドロメダ。まだだ。アテナはまだ諦めていない。僕だって諦めるものか。高まれ、僕のコスモよ。今こそ本当の僕の力を見せてやる。
さあ来い。ファイト。ステースが顔に水、意外と往生際の悪い人だな。死ぬことも引くことも望みじゃない。アテナを救うことだけだ。それ以上君を引き合ってるわけにはいかない。先ほどからポセイドン神殿の中で異常なコスモが放たれているのを感じ、何か異変が起こっているのに違いない。私はすぐにでもポセイドン様のもとへ駆けつけなければならない。人の意味だ。ポセイドンの子を願う。デッドエンドクライマックス。たわいのない。アテナを救わなければならないんだ。ここであなたに殺されるわけにはいかない。ゆっくり引きたまえ。これが君のレクイエムになるのだからな。諦めたまえ。あの俺だよ、私の笛の。あなたを殺したくない。悪い人じゃないもの。傷つけてしまったかな。取り巻くこの気流はネビュラストリーム。これであなたの動きは完全に封じられた。もはや笛を吹くことも容易ではないでしょう。バカな、あと一吹きで君の命は終わるのだぞ。この気流は相手の出方によって嵐に変わる。どうか敗北を認めて引いてください。僕はあなたを殺したくない。愚かな、このソレントが敵に後ろを見せると思うか。いかにストリームを強めようと、この最後の一吹きまで封じることはできはしない。セイレン、ダメだ。さあ、この笛の音のクライマックスを聞いて全ては終わるのだ。アンドロメダ、やめろ。僕は正しいことのために戦っていても、本当は誰一人傷つけたくはないんだ。デッドエンドクライマックス。デビラストーン。うわあ、あの南大西洋の柱を早く倒さないと。